武器ないの武器ない、何もない、何もない、何もない。だってもう声入っちゃったじゃん、始まっちゃうじゃん。でも普通に暖炉にね、火をくべて朝まで待てば、そういうゲームじゃねえから、夜では。そういうゲームじゃねえから、絶対開けないでしょ、この夜。あ、そうそうだな、開けない夜だな、これは。ないです、何も。武器は。まだ、あるでしょ。バトル、あるでしょ。バトル入るか、このまま。あるでしょ、なんか、なんかクラフトできるでしょ。クラフトってこのゲーム、あったな、あったな、確かに。薬液とかを、あ、もう、ここですか。逆に武器手に入らないでほしい。何入ってんの、上の段ボール。お、これは閉めよう。え、何だったんだ、何もなかったよ。何もないってことだよ、ね、何もねえな。2段目は開かないの。2段目はね、ないね。何入ってんのこれ。じゃがいも、じゃがいも、何これ、芋か。だ、芽が生えてきてんのか。そうだよね、ほったらかしになってるってこと。うわ、びっくりした、びっくりした、顔かと思った、これびっくりした顔かと思った、びっくりした。ただの山小屋だ。開けんなって、やめとけって。いや、ちょっと歯磨こうと思ってね。やめとけって、ここそこの歯ブラシでね、やめとけって、ちょっと奥歯にね。いや、怖え。ブラシぐらい持っとけよ、もうデッキブラシぐらいそうね、うわ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 、マジ暗い、マジ暗い。うっ、びっくりした。目玉かと思ったぜ。あ、そうだよ、だよね、だよね。ニンニク？ニンニク。なんだ、結構、ちゃんと栽培してんじゃん。農夫だな。ないね。これ。いや、これは今ならちょっと吹っ飛ばす自信があるよ、コントローラーを。これ、誰か寝てたらどうすんの？いや、ほんとだよ。びっくりした。これ、車ってんのかと思った。コーヒーをこぼす自信があるよ、今なら。何もない。何したの？何に驚いた？音が聞こえたよね、今。割れる音が。いや、おめえのびっくりしか聞こえなかった。いやいや。あ、あげちゃったよ。なんかガラスがね、割れる音が聞こえたよ。うん、意外とないね。いや、ちょっと待って、臨場感やばいんだけど。臨場感がやばい。よし、ボブルヘッドを探そう。よし、現実逃避。びっくりした。なんか踏んだよ。なあ、なんで踏んだ。地雷。いやいや。なんか破片？破片？何？血だよね。血だね。これ写真があるけど、これはズームできない。見れない。できないです。あ、びっくりした。ガードだ。しかし手やば。うわ、毛穴キモ。手はやば、手やば、キモ。いや、すご。毛穴キモ。これやばすぎだしょ。これやばすぎだしょ。これすごいね。臨場感がすごいんだけども。いてないよね、こっちね。うん、いやー、ちょっと無理っすね。反対は？あ、反対向くの？向けと。行き止まり。はい。はい。地下か。嫌だな。うわぁ。いやー、血が。なんで地下あんの？ね。うわ、びっくりした。キツネ。あ、キツネ。剥製。地下。地下の。袋。剥製。あ、いっぱい。あー、袋もらってこう。ないね。人形。ああ、袋。人形ないね。人形を探す精神的な余裕がありません人形を探すことによって、あ、なるほど、そうそう、逆にね、そうそう、エンターテイメントとして楽しめる。うわ何これは。コウモリ違うか。あ、なんだ、ただのリンゴ。キウイか。バナナ。何真ん中の干からびてんのは。バナナじゃないこれ。あ、バナナだ。割と青汁が2つ。青汁なんかつけてんな。健康なのつけてんな。ピクルスだな。多分世界観。ピクルスは青汁か。あ、食べてんな。どっちもピクルスでいいのに、なぜか青汁。ピクルスでよくないっていう。開けらんね。何もない。あー、ニンニク。怖え。あー、目玉みたいなニンニク。これ怖えわ。これなんだろうな、その。しなしなね。なんだろう。観葉植物や。つうことはもう10人いないよね。いないね。とっくにいないでしょうね。ニンニクが一番怖いな、今のところ。うん、麺みたいに見えるわ。本当だ。びっくりした。何？聞こえてる。踏んだんじゃない？聞こえたよね。あ、踏んだんでしょ。踏んだな。うん。穴が落ちてる。怖っ。怖っ。怖え。歩くだけで怖いっていう。さすがだよね。さすがね。歩くだけで怖い。じゃ暗すぎるんだよ。そうね。暗いんだよ。そこを歩く恐怖ですよ、これは、マジで。暗いんだよ。こんなのできるわけねえじゃねえかよ。無理ですよ。あ、写真？ああ。嫌だ、嫌だ。ああ、やめてくれ。嫌だ。ん？教祖様？
ちょっと、ここか。振り折れそうだな。こうか。お。教祖様ですか。なんだろうね。なんでしょうね。鼻長いのがどうなってんだこれ。なんか象だよな、多分。で、なんか五香みたいなのが、ね、あの、かたどられてる。五香？裏、裏、取れる？取れない？あの、ねじ回しがないです。そうだね。やっぱね、そうだね。やっぱこれも宗教的なものが絡んでるのかもね。やだ。いや、ちょっと勘弁してください。もう終わっていいですよ、この部屋。この家終わって、びっくりしたーし。びっくりしたーし。何倒れてんの？なんか変な言いた。かかってたところは。そうそう。おお、びっくりした。紋章、紋章。エンブレム的な。調べられない。何もない。何もないです。何？これが多分、その、邪教、邪教の紋章だよ。赤ん坊っぽいね。赤ん坊、俺脳みそに見えたけどね。脳みそ。あ、でも赤ん坊っぽいな。いやー。で、それがバッテンだと。バッテン。この人は逃げたのかな、じゃあ、ここに住んでた人は。あ、そうかもね。うん。俺は嫌だっつって。そうかもしれない。うん、確かに。逃げたのかもしれない。逃げられなかったんだろうな。とらわれてんのかもね。血だ。いや。すげえぞ。あれ、行き止まり？その中に入ってんじゃん、じゃあ。やめてくれ。うわ、ほんと。いやあ、はい、終了です。ここまで。はい、今日はここまで。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやいやいや。開けろと。この俺に開けろと。いや、俺だって嫌だよ。いや、これ、だって嫌だよ。開けなくてよくない？むしろ。そうね。ね、朝まで待てばいいじゃん。朝になんないよ。ね、ここにさ、あのね、鍵かけてさ、逆にシャベルをここに刺して、そうね、うん、開かないようにして、して、掃除しよう。掃除しよう、そう。もうこの家、もう、そう、ここ、次の住み方しよう。ね、青汁飲みながら、ね、青汁とニンニクを食って、朝まで待つと。ニンニクと芋でさ、そうね、食料いっぱいあるから、明日の朝まで待っちゃいいんだよ。要はあげよう、フライドオニオンとフライドポテトにして、あげよう。快適な生活が始まる。やれと。いきますよ。大丈夫、そんなダイレクトな驚かし方はしてこないよ。大丈夫。するよ。いや、大丈夫。絶対大丈夫。するよ、絶対するよ。大丈夫、大丈夫。よし。うん、ほら、な。次だからね。次来るよ。あ、掃除できんじゃん。よし。じゃあ掃除しよう。なんだ、掃除できるか。なんだ。マジで何もない。やばい、マジで何もない。怖い。これ後ろ向いたらやばいやつじゃん、うん。これね、うん、入ってるよ、スイッチ。もうこれスイッチ入ってるよ。向くよ。向くよ。この緊張感何もない何もない終了でお疲れ様です。いやー、もうやばいです。汗やばいよ。もうやばい。もう限界です。クリアでいいんじゃない。この扉を開けるっていうのが目的のゲームや。そうね。本当にようやったよ。びっくりした、びっくりした。何何、地震？やっぱスイッチ入ってたんだ。ん、巻き族じゃない。4巻き族の人が地震？地震か、いや、何かとてつもなく大きなものが上を通っていったのではないでしょうか。なだれじゃない？あ、なだれか。いや、それならいいよ。閉じ込められた。あ、そういうこと？なんか得体の知れない化け物と閉じ込められた。確かに。でもね、誰もいないから。間違いなくここには誰もいない。だっておかしいでしょ。血の跡がさ、あったのにさ、誰もいないっていうのはさ、おかしい。てことはてことはいるってことなの。天井とかに張り付いてるかもしれない。なんかいるじゃん。なんかいるじゃん。てて天井とかに張り付いてるかもしれない。やばいやばい。ちょっと待って。戻ればいいの？戻ればいいの？やばいやばいやばい。俺は戻るよ。やだよ。あ、掃除する？掃除するか、じゃあ、このブラシで。ああ、掃除。ああ、目玉怖い。なんか変わってることはある？大丈夫？目玉怖い。なんか変化は大丈夫？ない。目玉怖い。目玉がニンニクね、あれ。よし、青汁飲もう。青汁を。青汁腐っとるよ。腐っとんね、完全にね。カビ生えとるもん。完全に腐っとんね。あれ？うん？鹿が。あれ？さっき上にあったよな。同じ生きとんじゃん、そいつ生きとんじゃん。これが敵ならまだいいわ。逆に急にファンシー、急にファンシーになるから。ファンシーではないよ。走ってる。誰かいた、誰かいた、誰かいたよ、誰かいた、やめて。崩れてないよ。崩れてない。あ、崩れてる。あ、出れない。かがむ、かがめばいいのか。かがむんだね。かがむか。行くよ、行くよ。いけない、ね、ダメだ、いけないんだ。やめよう、うん、やめよう。諦めよう。じゃあもう、積みました。おお、我々の次の積み方します。そうですね。はい。お疲れ様でした。はい、お疲れ。ないよ、ほんで。あ、いけるわ。あ、より視線が怖くなっただけだ。
来る来る来るよ。え、うわやべえ質感これすご、血の質感やば。あ、ないちょう入っとるね。あれ、ああ、明るい外が。よかった、やったぜ。やったね、外が明るいぜ。何もね、何事もなく、おわ、いいな、うん、なんか入れてくれてるかもしれない。あ、いいやつ、うん、いいやつ、いいもん、いいもんね。ダメだった。これは何なの。首を吊るようじゃない。そういうことね。やっぱそうなのね。ダメだ、こっちは塞がれちゃった。ダメだな。いやー、手洗おう、手洗いたい、確かに。じゃあ歯を磨こう、歯も一緒に磨こう。ダメだ。何も出ません。はい。